ピックルは見当たらないか。モートレア、戻ってきよったな。うわ、なんなんこのでっかいワンコ。案ずるな、この子たちは安全だ。ミルパ様、お久しぶりです。今回は一人旅ではないのだな。しかし護衛というわけでもなさそうだ。はい、彼らは私の仲間です。ほうほう、仲間とな。前に会った時よりもいい顔をしておる。何があったか聞かせてくれないか。エテラナで月の巫女に指名されました。月の巫女、そうだったか。過去を、時を思うお前の心が精霊を呼び覚まし、そして精霊はお前に次なる未来を託したわけだ。よかったな、モートレア。私もニキータも嬉しく思うぞ。ミルパ様。さあ、巫女がこんなところでグズグズしていてはいかん。時は決して立ち止まるものではない。新しい未来のため、マナの木へ向かうがよい。コラやな。これはピックルという動物だ。ミルパ様が手なずけているから怖がることはない。ピックルを使えば大草原の移動も楽になる。みんなも乗ってくれ。よっ。持っていけ。そのベルを鳴らせばいつでもピックルを呼ぶことができる。巫女たちとその旅路に加護あれ。感謝します、ミルパ様。どうぞお元気で。はっ。うちらも行こか。二人についていこう。出発。ヒナ、しっかり捕まって。うん。はっ。ピックルに乗り、バルと二人で大草原をかけた。マナの木への旅がこんなに楽しいなんて想像もしなかった。この時間がいつまでも続くといいのに。いつまでも、いつまでも、いつまでも、いつまでも。